こんにちは、ほたらみきつです。今回はダイソーさんのマクラメヤーン、こちらを使ってバッグでよく使う円底を編んでいきます。円の編み方はバッグを編む時とか、あとバケットハットみたいな帽子を編む時とかにもよく使う編み方になってくるんですが、今回のこちらの円の編み方はブロックごとで増し目をする位置を分けてあるので、編みやすい編み方になってるかなと思います。よかったら参考にしてみてください。ダイソーさんにあるバッグ底板とか、セリアさんで売っているこちらのバッグ用底板。この底板があれば、バッグも編みやすいかなとは思うんですが、なかなか買えなかった。大きさがもう決まっちゃってるので、この大きさじゃないちっちゃい底で編んであげたいとか、もう底の大きさが決まっちゃってるので、このサイズ以外の円底でバッグを編みたい時とか、この編み方を知っていればいろんな作品に応用できるかなと思います。使う糸はダイソーさんで購入しましたマクラメヤーンです。カラーはビスケットベージュを使っていきます。5号のかぎ針を使って編んでいきます。では早速円を編んでいきます。指に2回糸を巻きつけます。この輪の中に細編みを編んでいきます。穴の中に針を入れて糸をかけて引き出します。鎖1で立ち上がって細編みしていきます。穴の中に針を入れて糸を引き出して、2つを引き抜いて細編みです。細編みの頭にマーカーをつけておきます。同じように穴の中に針を入れて糸を引き出して細編み、これを繰り返して6目編んでいきます。4、5、6、穴の中に細編みを6目編んであります。細編みを6目編んだら、一度かぎ針を外して輪を引き締めていきます。糸端を引っ張るとこの2本のうちどちらかが動いていきます。動いた方の糸を引っ張って引き締めていきます。輪が引き締まったら糸端を引っ張って、今引っ張り出した糸を縮めていきます。輪が引き締まったらかぎ針を戻して、マーカーをつけておいた細編みの頭です。ここに針を入れて引き抜き編みで編み終わります。最初に細編みを6目編んでいます。毎段6目ずつの増し目をして円を編んでいきます。最初に細編みを7目編んだら、毎段7目ずつの増し目になっていきます。同じように8目編んだら8目ずつの増し目になっていきます。だいたい6から8の間で円を編むといいかなと思います。あんまり目数が増えすぎても形が綺麗になりにくいので、6、7、8目ぐらいがおすすめかなと思います。2段目を編んでいきます。鎖1で立ち上がって、立ち上がり目の根元です。今引き抜き編みをした目に細編みを2つずつ編んでいきます。前段の細編み1つに対して
2目ずつの増し目をして編んでいきます。根元に針を入れて、この時に糸端をかぎ針の上に乗せて糸をかけて引き出して細編みすると、糸端を巻き込みながら編んでいきます。今編んだ細編みの頭にマーカーをつけておきます。同じ目にもう一つ細編みします。糸端をかぎ針の上に乗せて細編みです。次は隣の目です。頭に針を入れて糸端を巻き込みながら細編みしていきます。同じ目にもう一つです。次は隣の目です。一つの目に細編みを二つずつ編んでいきます。ぐるっと一周編んでいきます。一つの目に細編みを二目ずつ編んであります。一周細編みが12目入っています。一段編めたらマーカーをつけておいた目に引き抜き編みで編み終わっていきます。ここを先ほど1段目で編んだ時と同じように、頭に針を入れて引き抜き編みで編み終わっていただいてもいいんですが、このまま編み続けていくと、ここが前段で引き抜き編みをした目です。ここに横に1本鎖が入ってる感じになってるんですけど、この糸が段を編み終わるごとにぴょんぴょんと目立ってきます。なので今まで通り頭に針を入れて引き抜き編みで編み終わっていただいてもいいんですが、ちょっと糸を長めに引き出してマーカーをつけておいた細編みの頭、かぎ針を後ろから針を入れて、この糸を引っ掛けてぐっと引き抜いてぎゅっと引き締めると、引き抜き編みした目が目立ちにくくなるかなと思います。どちらの編み終わりでも大丈夫です。今回はこの編み方で編んでいこうと思います。次3段目を編んでいきます。このまま鎖一つで立ち上がって根元の目です。手前から頭に針を入れて糸端を巻き込みながら細編みします。最初の目の頭にマーカーをつけておきます。3段目は細編み1つ増し目、細編み1つ増し目と編んでいきます。前段2目に対して細編みが3つ入るように編んでいきます。今1つ編んだので次は隣の目です。頭に針を入れて糸端を巻き込みながら細編みを同じ目に2つ編んでいきます。これで前段の細編み2目に対して細編みが3つ入っています。これを繰り返して編んでいきます。隣の目に細編みを1つです。で、今編んだ細編みの頭にマーカーをつけておこうと思います。次は隣の目、頭に針を入れて細編みをこの目に2つ編んでいきます。前段2目に対して細編み2つです。次も同じように細編みを一つ編んで、この頭にもマーカーをつけたら、次は隣の目、頭に針を入れて細編みを二つ編んでいきます。
同じように繰り返して編んでいきます。細編み一つ編んでマーカーをつけて次の目で増し目をします。隣の目に細編みを一つ編んで、ここも頭にマーカーをつけて次の目で増し目です。同じ目に細編みを2つ編んで、隣の目に細編みを1つ編んで、頭にマーカーをつけたら、ここが最後の目です。1つの目に細編みを2つです。これで一周編んできました。ぐるーっと一周編んで細編みが18目入っています。次の段からマーカーをつけた目からマーカーがついている1個手前の目です。ここで1目ずつ増やしていきます。そうすると1,2,3,4,5,6 箇所あるので、ここで1目ずつ増し目をして毎段6目ずつの増し目になっていきます。編み終わりは糸を少し引き出してマーカーをつけておいた細編みの頭、編み地の後ろ側から頭に針を入れて、この糸を引っ掛けて後ろから糸をギュッと引っ張って編み終わります。次4段目を編んでいきます。6個のブロックに分けてあるので、このブロックごとに1目ずつ増し目をして4段目は24目にしていきます。鎖1で立ち上がって根元に細編みです。段の最初の目にはマーカーをつけておきます。前段3目に対して細編みが4目になるように編んでいくので、細編み細編み増し目で編んでいきます。今1つ編んだので次隣の目です。ここに細編みを1つ編んだら次の目で増し目をして編んでいきます。もう1つ同じ目に細編み、これで前段3目に対して細編み4つ入っています。これを繰り返して1周編んでいきます。次の目マーカーを外して最初の目に細編みを1つ、外したマーカーは今編んだ細編みの頭に戻しておきます。次隣の目に細編みを1つ編んだら3つ目の細編みの目に細編みを2つ編んで、前段3目に対して細編みを4目編んでいきます。同じようにマーカーを外して細編みをしたらマーカーを戻して細編み細編み増し目で編んでいきます。繰り返して1周24目で編んでいきます。4段目1周編んできました。最後は引き抜き編みをしてこの段を編み終えたところです。次5段目も同じように編んでいきます。前段 1,2,3,4 目に対して1つの増し目をして細編み5目で編んでいきます。1つのブロックで1目ずつ増やしていくので、プラス6目の増し目で30目で編んでいきます。鎖1で立ち上がって根元に細編み、最初の目にマーカーをつけたら
隣の目に細編み、隣の目に細編み、細編みを3目編んで次の目で増し目をしていきます。前段4目に対して細編みが5目入っています。次も同じようにマーカーを外したここの目に細編みを1つ編んだらマーカーを戻して細編み、細編み、細編みと3回繰り返して次の目で増し目をしていきます。前段の細編み4目に対して細編みが5目、1つずつプラスしながら1周30目で編んでいきます。5段目1周30目で編んでいきました。この要領でマーカーがついている目からマーカーをつけた1個手前の目です。このブロックの中で1つずつ増し目をしながら毎段6目ずつで編んでいきます。このまま増し目をしながら編み続けていくと、今もちょっとそういう感じになってるんですが、六角形みたいな感じで丸い円ではなく角が出ているような円になってきます。これは増し目をしていく位置がいつもこのブロックの最後の部分で増し目をしていくので、こういう形になってきます。この増し目をする位置を最後ではなく一番最初だったり真ん中の部分だったり、その段ごとで変えてあげると綺麗な丸になっていきます。次6段目を最後の部分ではなく真ん中あたりで増し目をして編んでみようと思います。鎖1で立ち上がってまずは根元に細編みを1つ編みます。最初の目にマーカーをつけておきます。前段の細編みが5目入っています。プラス1つの増し目をして6目にしていくんですが、1、2、3個目の部分で増し目をしてみようと思います。今1つ細編みをしたので、次隣の目で細編みを1つです。次3つ目の細編みで1つ2つと増し目をします。残りの目は1つずつ細編みをしていきます。これで前段5目に対して細編みが6目入っています。同じように編んでいきます。細編み、マーカーをずらして隣の目にも細編みを1つ、次の目で増し目をして編んでいき、残りの目で細編みを1つずつ。こんな感じで1周編んでいこうと思います。6段目1周編んできました。6目ずつの増し目なので36目になっています。5段目で編んだ円より6段目で増し目の位置を少しずらしたことで綺麗な丸になってる気がします。こんな感じで段ごとに増し目をする位置をちょっと変えながら編んであげると、大きく編んでも綺麗な円になっていくかなと思います。最初に段の編み終わりを手前から細編みの頭に針を入れて引き抜き編みをして編んだ部分がここになります。この横に入った糸が引き抜き編みした目になります。次の段からは細編みの頭の編み地の後ろ側から針を入れて引き抜き編みしたことで、この横に入った糸がなくなって立ち上がりの目が目立たなくなっているかなと思います。どちらの方法でも大丈夫です。この立ち上がりの目が目立ちにくい方がいいなっていう方は
かぎ針を一度外した状態で編み地の後ろ側から針を入れて引き抜き編みしてあげるといいかなと思います。あとはこのブロックで一目ずつ増し目をして好きな大きさになるまで編み続けていきます。毎段6目ずつの増し目をして16段編んできました。一つのブロックに一つずつ増し目を続けて編んであります。1周が96目になってます。この大きさで16段編んで約15センチの直径になってます。編み癖とか力加減で多少前後はすると思うんですけど、だいたいこれくらいの大きさになります。ダイソーさんのこういったこの丸い形のタイプで同じく15センチの直径になってます。底板がないなっていう方は円をぐるぐる編んで同じくらいの大きさにして編むこともできます。マクラメヤーンで16段編んで最後糸がこれぐらい残ってます。ブロックごとに分けて増し目をしているのでぐるーっと一周編みながら増し目を数えなくても編みやすいかなと思います。よかったら試してみてください。またこの円を使ってバッグを編んでいこうと思います。次回の動画でお会いしましょう。